大和ピアラブです。海上保安庁の物資輸送機と日航機の衝突事故で、海上保安庁側と管制官側の意見が真逆でした。えー、管制官側はですね、 えー、この海上保安庁の物資輸送機に対してですね、えー、C 滑走路に入る手前で、えー、待機するように命じていたということを言っております。うん。だからこの管制官はですね、えー、この海上保安庁の物資輸送機が、えー、この待機命令を無視して C 滑走路に入ったとっいうことを言ってるんですね。うん。 それに対してですね、この海上保安庁側は、えー、この管制官側から、えー、離陸の許可をもらっていたっていうことを言ってるんですよ。うん。だからここで、ね、真っ向からこれ食い違っているわけです。うん。えー、まあ、なんだろう。命令をね、これ無視して滑走路に入るっていうのは、 普通に考えたらありえないと思うんですよね。うん。で、あの、まあ、これ詳しい方もね、航空業界、航空関係に詳しい方も、その、えー、勝手にね、これ滑走路に入るっていうことはまずありえないっていことを言,言われてましたね。うん。ということをこれ考えたら、えー、この海上保安庁が言ってるね、 えー、この管制官側から離陸の許可を得ていたっていうことの方がなんか信憑性があるような気がしますよね。うんご視聴いただきありがとうございました。